10秒前。ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ協会デビルの時間となりました。今日のお相手は私、荒垣博正、ミキサーを担当していただきます、千葉です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ちょっと音が小さいかな、私の方にあまり入ってこないんで、あ、多分あのヘッドホンが小さいと思うので、うん、一度大きくしましょうね。はいはい、ヘッドホンの、はい、はい、入ってきました、ありがとうございます。はい、今日は、11月27日月曜日ですね、はい、月曜日、ラジオ聴きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。相変わらず暑いですねそうですねちょっと寒くなった一時期あったんですけど、うんうん、今日もあの27度ぐらいですかね車乗り込んだ時にね、うん、あの車 の, あの温度計見たらね、33度を指してるんですよあのちょっと、太陽の下に車止めてたので、駐車場に日が差してきたので、そのまま、熱せられたんでしょうね、うん、33度だったんで、走らせたらですね26度か7度ぐらい落ちてきたんです、うん、それでも暑いですよねやっぱりね。そうですよね、はい、着る服にも困りますよね。困りますね、はい、朝は今日はちょっと長袖がいいかなと思ってたんですけども、うん、まあ、いやいやいや半袖で十分だなうん、うん、ということで、半袖で来ました。ジャンパー持ってはいるんですけどね、車の中に置いてきましたうん、うん、はい、今日は、にゃこさんから、いつものようにハイタイということでね、はい、ハイサイ、コメントいただきました。今日とは、4度ですか。あ、すごいですね、まあ、沖縄ではほぼほぼ、真冬でもない気温ですよね、はい、5度ぐらいまで一瞬落ちる時はあるんですよね、沖縄もね。そうなんですか、うん、まあ、あの、あられが降る時とかですね。まあ、それでもあの夜遅い時間ですよ、真っ昼間は、うん、ほとんどないと思いますね。そうですよね、はい、昼間にあのあられが降ったっていうのは記憶はあります？いや、私はもう夜の記憶しかないですね。一番最後にあられを見たのが私高校生の時だったと思うので。そうですか、はい、あの私は高校1年の時でしたかね、真っ昼間の授業中にね、あられが降ってきた時があったんですよ。へ、はい、そしたらね、もうびっくりして全員が全員外に飛び出したっていう授業ができなかったというの思い出がありますね。あの1階にあの教室がある、皆さんはもうボーッね、はい、窓から飛び出して2階はさすがに窓から出るわけにはいかないんですけども、はい、もう授業どころじゃない大騒ぎだったですね。あられが真っ昼間に降ってきたっていうのは、あれ1回きりですね、本当にね、真っ昼間にあられが降ってきたっていうのはですね、ほとんどあの夜中とか、うんうん、あの朝早い時間とかですね、はいはい、そういう時にはあの経験がありますけども、うんうん、まあ、京都は、まあ、あられどころじゃなくて雪もコンコン降るところでしょうね、うん、夏は暑くて冬は底冷えがするというふうに、ね、よく言われるんですけども、はい、まあ、体にお気をつけください。またにゃこさんもあのコメントを寄せていただければと思います。はい、はい、先週は、ユダヤ人の方が、スタジオにお越しになりましたよね、はい、そうですね、はい、挨拶はしましたよね、はい、そうですね、私はちょっとミキサー担当じゃなかったのでお話なかなか聞けず残念だったんですが、はい、でも、めったにね、うんうん、お会いする機会がないので、うん、早い時間に時期にお会いできてよかったですね、うん、はい、またいつかまたお招きしたいなと思いますが、まあ、生のね、うん、現地のお話とか、うんうん、あるいは
ユダヤ人のあの歴史についてですね、まあ、短い時間でしたけども、うん、お話を聞くことができたので、はい、非常に私としても良かったなと思いますね、うんうん、もっと聞きたいこといっぱいあったんですけどもさすがにですねすぐには思い出しきれなくてですね、うん、そうですよね、また限られてる時間なんで、はい、番組で聞くっていうのはですねどうしてもあの話が飛んでしまうと聞いてる皆さんが何を話してるんだこいつらはっていうふうにね思われるかもしれませんのであの深くあの話するにはテーマを絞らないといけないっていうこともあってですねいろいろ聞きたいところはあのまあ先送りしてしまいました。まあ私個人としてはねまあ1日とか2日とかねじっくりいろんな話を聞いてみたいなというふうに思うたんですけどね、はい、まあ、ただ通訳もつけないといけないんで、うん、これが大変ですよね、はい、通訳の方も、結構大変だったんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、聖書の話とか、そういったものも含めて通訳するっていうのは、うん、結構難しいんじゃないかなと思いますよね、はい、まあ、確かに通訳さんもちゃんと知識がないと翻訳できない部分もありますもんね。そうですよね、聖書のことがわからないとですね、うんうん、あのちんぷんかんぷんな、うん、役になってしまう可能性もあるので、うん、結構緊張した感じだったんですよね、はい、終わってから大丈夫でしたか大丈夫でしたかって何回も聞かれたんですけども、まあ、そんなに難しいっていうまでは言ってなかったと思うので、うん、まあ、日頃私たちが、思うことを、ぶっちゃけて聞いたっていうぐらいのものだったんですけども、はい、聞いてくださいました皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、それではですね、はい、今日の、御言葉、今日はね、まあ、12月が近いので、まあ、クリスマスに関係する、まあ、前段階みたいなお話をしていきたいなと思ってますので、はい、聖書は、一つはあの予言の書とも言われてるんですよね、はい、予言というのは、まあ、この番組でもよく言うんですけども初めて聞かれるかもしれませんが、はい、漢字があの2つありますよね、予言という字ね。はい、あ、ごめんなさい、私一つの方しか分からないかもしれない。一つはあの予測するよう、あ、今は思い出しました、うん、もう一つが預けるですか。そう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 、あの預金通帳のようですね、はい、預金っていうのは預けるっていうことですよね、うんうん、はい、でもう一つはあの予測するよう、はい、まあ予算書のようも、うん、あのこのよう使ったりするんですけど、この2つがあるんですよね、うん、はいはい、聖書で基本的に使われるのはこの預けるっていう字を使うんですよ、うん、はいはい、だからあの予算書のようっていうね、うんうん、あらかじめっていうこの字を使わせて予言というふうに聖書の話をする人はちょっとまやかしものが多いかなっていうふうに思っていただければ、はい、と思いますね。大事な基準ですね。たまたまあの誤ってあの、はい、書いたとかあのパソコンの打ち間違いでそういうふうになるっていうケースはあるかもしれませんが、はいはい、でもクリスチャンは結構ここはね神経使ってねこの予言のよっていうのは、この預けるっていうことをね意識して使うっていうことをやってます。まあ、そういった意味では、預けるこの字が正しいというふうに、まあ、基本的に認識していただければと思いますね、はい、なぜ預けるっていう言葉を使うかというとですね、はいはい、これはあの人間が予測するわけじゃないんですよ、うんうん、神様がこの人間にあの言葉を預けるということなんですよね、はいはい、だから未来の予言もあれば、うんうん、あるいはまた今起こっていることに対する、まあ、本来の意味っていうのもね、うんうん、知らせるっていう予言もありますし、はいはい、あるいはまたあの聖書の中にはね夢の時証っていうのが出てくるんですけどね、うんうん、まあ、いろんな予言者が、夢の中で見た、情景がこれは何を意味してるのかなってね、うんうん、まあ、ストレートに読むとねちんぷんかんぷんなんですけども、はい、まあ、いろんな例えで、うんうん、あの夢の中に現れるっていうことがあるんですけども、それをあの解き明かしするっていうことがですね、うんうん、あの預言者に与えられて、はい、この世の、出来事を、ドンピシャ当てるっていうことなんですね、はいはい、でこれもあの預言だから預言の書ということでほぼ当たってるっていうのが、はい、聖書なんですよね、うん、はい、そして未来預言もまだ、
残っております。これはあの特にあの聖書の一番最後にあります黙示録っていうところに、はい、たくさん書かれてますね、はいはいはい、人類は一体最後はどうなるんだろうとかねちょっと怖いような話と、はい、希望を持てるような話と混在してはいるんですけどね、うん、そういった、書を、解説していくっていうのが結構あの教会のメッセージでもよくあるんですよね、はい、この一つとして今日はですねクリスマスの、はい時期に近づいてますので、はいまあ、クリスマスといえば、まあ、聖書的に言うとイエス・キリストの誕生ということになりますよね、はいまあ、これは大体の人が、うん知ってらっしゃると思いますよ ね、 そうですね、まあ、世界あ世間一般的にはあのクリスマスというとね思い浮かべるのは何ですかね。いやもうケンタッキーでクリスマスバーレルじゃないですか沖縄だったらケンタッキーフライドチキンのイメージ、はい、そうですよね。ケンタッキーも美味しいですし ね、あるいはクリスマスケーキとかね、うんうん、クリスマスパーティーとか、クリスマスにちなんではサンタクロースからプレゼントをいただくとか、なんとなくあのクリスマスといえばサンタクロースがあの、うんうん、主役みたいに勘違いしている方が多いと思うんですよ ね、 そうですね。これ大きな勘違いですよね、はい実は、キリストイエスが、はい主役なんですね。だから今クリスマスって言っても主役をそっちのけでお祝いしてるっていうのが多いんですけども、本来の、主役はイエス様が誕生されたっていう誕生のお祝いなんですよね。ですから、クリスマスのクリスってどういう意味ですか。キリストですね。はい、キリストっていう意味ね。クリス、はいクリスマスっていうのは、マスは、うん、マスは生まれたとかそういうことですか。ね、これはね、キリストの、誕生を祝う祭りとかっていう意味がですね、はい、あのよく教会ではあの礼拝のことをミサって言いますよね、はいはい、ミサ、ミサがマス、マスと大体同義語なんですよね、まあ、ギリシャ語から来た同義語で、そうなんですね、まあまあ、直訳するとキリスト祭りっていうのだといいと思うんですよね。まあ、キリストの誕生を祝うっていう意味につながりますよね、うんうん、そうなんですね、はい、だいぶ勘違いしてました、はいはい、でよく文字で言うと X マスとかって書いたりしますよね、はいはい、あれは英語の X ではなくてギリシャ文字をあの X に見える字があるんですよね、はいはい、あれをたまたま引用しただけで略してそういうふうに書くっていう癖が日本人にはついているようなんですけども、まあ、正確ではないんであれはあの本来はあのギリシャ文字から来てるっていうことでですね、まあ、そういったものをね、あの基本的にあの知識として持ってたら、本来のクリスマスっていうのはどうなのかっていうことですね、まあ、一番いいのはあの教会のクリスマスに行った方が一番いいと思いますね。そうですよね、はい、すいません。私たち の、 あのベタニアチャーチも12月の24日にクリスマス礼拝を行う予定です。あくまでも礼拝ですのでね、ただワイワイガヤガヤ騒ぐっていうことじゃなくて厳かにイエス・キリストの誕生を祝うっていうことをですね礼拝として行っていきます。ぜひそういったシーンもですね、あの年に1回ぐらいはね教会行ってね、クリスマス教会の本家本元のクリスマスってどんなものかなっていうね、うんうん、覗いてみてもいいんではないでしょうか。まあ近くの教会はねあの飾り付けがどん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 これから始まってくると思いますので、うん、目立ってると思いますので、そういったところにね顔を出してね、ここの教会さんはいつクリスマスあるんですかということを聞いていただければ教えてもらえるしね、どなたでも、歓迎されると思いますので、ぜひ立ち寄っていただければというふうに思います。はい、それでは、今日のですね、はい、御言葉を、読んでいただきましょうか。今日は、旧約聖書の御箇所の、5章の2節をお願いいたします。はい、ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。はい、
アーメン、ありがとうございます。はい、これが、イエス・キリストがまだ、地上に現れてない時代に、書かれた、書物にこう記録されているものですね。これも一つの預言書とも言われております。これをですね、また、時代を、下っていきますとですね、どう書かれているかというところをですね、少し解説してみたいと思うんですけども、はい、今度はですね、はい、新約聖書の2ページを開いていただけますか。はい、はい、新約聖書の2ページですね。はい、はい、すいません、少々お待ちください。はい、開きました、はい、大きくあの 2って書いてますよね。はい、あります。2章の、はい、1節からですね、はい、6節までもう一回読んでいただけますかね。はい、かしこまりました。はい、はい、では読ませていただきます。イスラエ、失礼いたしました。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王にこう言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。はい、アーメン、アーメン、ありがとうございます。はい、まあ、こういうふうにですね、このまた時代が下って実際にイエスが誕生したという瞬間ですよね。はい、その時に、イスラエルの地を、まあ、治めていたっていうのは、まあ、実際はもうローマ帝国の時代なんですね。はいはい、ローマ帝国が、支配していたけど、ユダヤ人っていうのはね、あの結構難しい民族とも言われててですね、はい、あの統治するのにね大変だったみたいなんですね、ローマはね。あ、はい、で統治するときに、はい、もう直接統治するのは、うん、ややこしいんで、はい、まあ、傀儡政権みたいのをちょっと立ててですね、うんうん、このヘロデっていう人に、統治をさせていたっていう時代なんですね。ほうほう。で巧みにまたユダヤ人を、使って、治めるっていうこともやってたので、はい、ヘロデ王はこのユダヤ人の祭司長たちとか、はい、立法学者たちっていうのをまた囲い込んでですね、うんうん、自分に都合のいいように、取り巻きの、形を作ってたっていうこともここでちょっと読み取れると思うんですよね。はい、で、そういう時にこの預言者が語られたことって何だったのっていうことで、祭司長たちとか立法学者を呼び寄せたわけですよね。はい、ヘロデ王権力を持ってますので、やはりイエス・キリストの誕生というのは、まあ、いろんな情報は聞いてたんでしょうね。そういうふうに、ユダヤの中からはこうすごい権力者がまた生まれてくるよとかね、はい、王権を、握る人が生まれてくるよっていう予言があったっていうのは小耳に挟んでたと思うんですけども、実際に生まれてきたっていうのが情報として耳に入ったんでしょうね。うん、そしてこれはどこで生まれるのかっていうことで立法学者たちを読んだら、立法学者っていうのはもう聖書に精通してる人なので、はい、聖書のどこにこういったのが書かれてるかっていうことがよくわかるわけですよね。うん、
で先ほど言ったあの御箇所の中に書かれているわけですよね。ですから、ユダの地ベツレヘムっていうふうにね、あの当てたわけですよね。 それ、はい、そして博士たちもですね、星の、導きの星が流れていくっていうものを、占星術、まあ、星をあの研究している博士たちなんですけども、この人たちがあのこの星の流れっていうのを突き止めて、大体どの辺りっていうのもね、当てたっていうふうに言われてますね。だクリスマスツリーにあのてっぺんにあの星を飾ったりしますよね、はい、あれもこの時の星から来てるんですよね。いわゆるあの導きの星っても言われるんですけどね、はい、これはもう、天使がこういうふうに誘導していったっていうふうに言われてるんですけども、まあ、そういった、クリスマスには、こういう話題があるわけですよね、まあ、一般の人たちにはなかなか語れないんですけども、保育園とか幼稚園、キリスト教系の幼稚園ですね、はい、そういった、幼稚園のクリスマスの降誕劇っていうふうに言うんですけどね、ちょっとした劇を披露する時があるんですけども、はい、まあ、それの時にはいわゆるこの聖書の物語からですね、撮って、ストーリーを作っていって子どもたちに演じてもらうっていうことがよくあるので、全くわからない人は逆にあの保育園のね、子どもたちが演じるこのクリスマスの、ね、イエス・キリストの降誕劇っていうのを見てもらった方がね、まだわかりやすいかなと思いますね。こういったところからも、大人としても勉強になるっていうところがあります。はい、それではまたあの曲と、CM を言ってからお話ししていきたいと思います。はい、曲は1曲ずついきますか。はい、そうしましょうか。はい、わかりました、はい、それでは曲入ります。先週 このお話って結構重要だと思うので、うん、なんか印象に残った話とかをもう一回なんかこういう話がありましたよとか聞いてもいいですか。はいはいはい、はい、なので先週の振り返りも兼ねての質問になります。はいはい、流しますか。あ、3分ぐらいで来た方がいい。あ、わかりました。
ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。今日は、聖書の中で、御箇所から、イエス・キリストの誕生の予言、そして、マタイの福音書の、2章から、実際にイエス・キリストが、その予言通りに、誕生してきた、その時の、出来事がどういったことがあったかということを今お話をしております。そして聖書は御箇所よりももっと古い時代ですね、旧約聖書の最初の頃のですね、先週も話しましたけど、聖書で、よく語られるのが、創世記の、12章というところには、アブラハム契約っていう箇所があるんですけどね、アブラハムが、まだ名前がアブラムっていうふうに言われてた時代なんですけども、アブラハムは、神様から選ばれた個人というふうにも言われてますね。で、民族の父とかね、信仰が熱い人っていうふうにもよく言われるんで、今でも、人類のあちこちで尊敬されているっていうふうに言われてる方なんですよね。どういう意味で、尊敬されてるかというと、名前そのものをよく、付けられるわけですよね。クリスチャンにも多いし、ユダヤ人にも多いし、イスラム教の人にも多いわけですよね。そうなんですね。はい。有名なのが、アメリカのリンカーン大統領も、エブラハム・リンカーンって言いますよね。そうですね。はい。で、パリオリンピック、来年もパリオリンピックあるみたいですけども、昔のね、映画炎のランナーっていうのを分かります？聞いたことありますよね。よく、結婚式でね、披露宴で、この曲よく流れたりするんですけども、それ の、 主役になった2人の、若者、大学生が主役だったと思うんですけどね、1人はユダヤ人なんですけども、この人もアブラハムズっていう名前で、出てきますよね。そうなんですね。はい。そしてイスラム教ではイブラヒームとかっていう名前でね、よく語られるんですけども、そういうふうに共通して、尊敬される祖先であるっていうところが、ポイントなんですけども、この中から、アブラハムを祝福する者は祝福される、アブラハムを呪う者は呪われる、すべての民族はあなたによって祝福されるっていうのが、一つの予言なんですね。だからアブラハムをみんな尊敬してるっていうのはここにあると思うんですけど、これ予言の書にはきちんと記されてるし、ユダヤ民族も、この次のイサク、ヤコブっていう家系でつながっていくんですけども、ヤコブからまた12人 の、 子供たちが誕生していくんですね。これが、イスラエル、民族の、12氏族っていうふうに言われてて、そこの、4番目に生まれたのがユダっていう方なんですけども、ここから、王権が誕生するっていう予言がまた聖書には書かれてるんですよね。ざっくり言ってますからね、何千年の歴史を短く、コンパクトに言ってますので、聖書をゆっくり読んでいただければと思うんですけども、このユダから王権が誕生するということで、また時代をずっと下っていくとね、このユダ族からダビデ王が誕生するんですね。ダビデ王の、次は、ソロモン王が誕生していって、ソロモンの、次の世代は王国が分裂していくという歴史を歩むんですね。だけども、ユダ族は、南ユダ王国っていう王国を継承していくんですね。そして歴代ずっとこの、分裂した、ユダ王国も一応はユダ族の、ダビデの家系からつながっていって、新約聖書の時代になってイエス・キリストの、誕生につながってくるということになるんですね。あくまでもこれはちょっと神学的に言うと肉っていうかな、生の生きてる人間の、家系としてイエス・キリストに、つながっていくということなんですよね。それが、マタイの福音書の、一番最初ですね。前にもちょっとお話ししましたけども、一章、一章は
いっぱいカタカナの名前が出てきますので、でね、初めて見る人は、はい、なんだこれはっていうふうに思うんですけども、うん、はい、聖書が分かってくるとね、その意味は、徐々にではあるんですけど分かってくるんですよね、うん、あ、旧約聖書で語られていた、うん、この家系図でたどっていくと、うん、あ、なるほど、アブラハムの子孫から、ダビデ王が誕生してくるな、そしてダビデからずっと下っていくと、なんて言いますか、うん、イエス・キリストの、はい、母になる、マリアも誕生してくるし、うん、ヨセフもあのその家系から誕生してくるっていうのが分かってくるんですね、はい、うんうん、はい、ですからユダ族からつながってくるっていうことが、うん、予言されてるっていうのがね、成就していく様子っていうのが、分かるんですよ、うん、はい、これだけ、家系図をたどっていってもつながってくる。ただし、イエス・キリストは、神様ですから、ただ単なる、人間の肉の、人間ではなくて、神という存在でもあるんでね、うんうん、その辺はまた時間があるときにゆっくりですね、うん、解説をしていきたいと思うんですけども、先週、来ていただいた、メシアニック獣、ユダヤ人の方ですね、うんうん、ダビデさんあの人も、ユダヤ的にはダビデなんですよね、はいはい、だけど、デイビッドっていう英語的な発音で、まあ、名刺を作って紹介してたんですけども、うん、自分は実際はダビデって言われた方が嬉しいと言ってましたね、はい、でもダビッドっていう名前でね、よく語られる英語的な読み方ですね、デイビッドっていう名前で、うん、一般的には英語圏では言われてるんですね、うん、はい、その人も言ってましたけども、やはりユダ族が、用いられるっていうことを彼は話してましたね、うん、はい、なぜだからユダヤ人という呼び方もそこから来てるんですよね、はいはい、ユダ族の人々っていう意味が、うんうん、まあ、ユダヤ人になったんですよね、うん、なぜかと言いますと先週もお話聞いたんですけども、90% ぐらいはユダ族だったらしいんですね、南王国のユダはですね、でもう一つがベニヤ民族っていうちっちゃな部族が口してたんですけどね、はいはい、うん、このベニヤ民族のまた子孫は、聖書の中では、新約聖書では、パウロが自分で告白してるんですけどね、私はベニヤ民族の出身ですということで書かれてます、まあ、そういうふうにちょっとした、少数の、民族って言ってもユダヤ人の中、イスラエルの中の、家系に当たるわけですよね、はいはい、そういうふうに言われてて、まあ、それで、ユダヤ人というふうに言うんですね、それが発音をちょっと聞きたかったんですけどね、私聞くの忘れてね、そうでした、日本人はユダヤ人という発音を言いますけども、うんうん、ジューとかって言うんですよね、だからメシアニックジューって言ってますよね、ジューダヤなんかせっかくの発音は私わからないんですけども、うんうん、ジュードとかっていう言い方をヨーロッパでもよく言われるみたいなんですけども、外国の発音なんで日本語にはない発音だと思いますね、うん、ほとんどね、聞きたかったですよ、はい、だからこれをもう私ユダヤっていうふうに、日本人は言うんですけども、はいはい、で、ジュードとかっていう発音になるんですよね、うん、まあ、この辺の発音は僕は下手なんで、ちょっと皆さん聞いてる皆さんは自分で調べてください、まあ、日本語的にはねこうしか訳されてないんでもう残念ではあるんですよね、うんうん、だからメシアっていうのも、実際はもっとね、マシアとかね、うん、そういう発音になったり、日本人はイエスっていう言うんですけども、はい、イエシュアっていうか、ね、そういう発音したりするんですよね、はいはい、そういったところがちょっとやはり発音に日本的な、言葉になると難点があるのかなとも思ったりするんですけども、うんうん、まあ、歴史を振り返りながら、紐解いていくと、うん、あ、なるほどこういった流れから来ててっていうのがすっきりと落ちてくるっていうところがあると思うんですね、はい、
イエス・キリストの、誕生の、予言っていうのがそういったところから見つけることができます。聖書を、紐解いていくとその予言が、成就しているということがお分かりいただけるし、もう一つ聖書は、歴史書とも言われてますね、はい、だから歴史を研究する人は、聖書を紐解きながら、世界史を紐解いていくと分かりやすくなるし、正確であるということがお分かりいただけるんですね、はいはい、まあ、そういったところも、踏まえて、聖書と親しんでいただければというふうに思います。あの先週の何か、はい、あの、はい、質問があるとか。あ、そうですね、そう、私がちょうどまた違う仕事をやっちゃってて、うん、放送を聞けてなくて、はい、そうなので荒垣さんがこの何て言うんですか、先週の放送でこうすごい印象に残ってるお話とか、この牧師さんから聞いたお話を私にもちょっとあの教えていただけないかなっていうふうに思いました。あ、はい、かなりアバウトですね。あ、そうですね、なんか、うん、そうですね、やっぱりこう北海道から沖縄に直行で来ていらっしゃったんですよね。このそうでしたかね、そういう話、ね、なんか北海道の話されてましたね、はい、はい、なのでこのまた気温の変化もあると思いますし、このそうですね、イスラム教信仰者っていうんですか、あの、うん、のこの雰囲気とかも沖縄と北海道でちょっと違ったりするのかなとか、私も気になるところがイスラム、ああユダヤ教ですか、あ、いい、あのキリスト教の宣教師さんですよね、うん、はいはい、はい、これでこの沖縄とこの北海道のこの信仰者の雰囲気とかって違ったりするのかなとか、あ、なんか教会の感じとかは一緒なのかなとか。あ、なるほどね、まあ、本人からはその話は聞いてないので、はい、私はよくわからないんですけども、まず日本人は、はい、全人口今1億2000万人ぐらいいるのかな、うんうん、の中の 1% ぐらいがクリスチャンと言われてるんですよね、はいはい、非常に少ないということで、うん、もうこれが、何十年前も 1% と言ってて今も 1% と言われてて、うん、あまり変わってないなっていうふうにね、うん、思うんですけども、教会でも相当入れ替えしてはいると思うんですけどね、うん、でちっちゃい教会もどん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 誕生はしているんですけども、増えたり減ったりで どっかで増えてるけどどっかでは減ってるのかなというふうにね、はい、思ったりするんですけども、まあ、沖縄は3% ぐらいいってるっても言われてて、うん、はいはい、まあ、少し多い、多いって言っても 3% ですからね、非常に少ない、少数派なんですけども、はいはい、じゃあイスラエルで、はい、イスラエルで、ユダヤ人がクリスチャンになった数はどれぐらいあるかということですね、はい、まあ、先週の番組じゃなくて、その前の、金曜日に聞いたんですよね、はいはい、そしたら 0.03% って言ってましたね、はい、なぜそんなに少ないのかっていう理由はあるんですよね、はいはい、もともと聖書をね、たどっていくと、はい、このマタイの福音書というのは、新約聖書の一番最初に出てきますよね、うんうん、だからこのマタイさんとかね、うんうん、他の、パウロとか、バルナバとかいろんな名前が出てくるんだ、大半はもともと初期の教会というのは、はい、ユダヤ人なんですよね、うん、ユダヤ人が、ね、はい、キリスト教を始めたんですよね、うん、だけどユダヤ人は頑固に、たくさんの人たちは信じなかったんですよね、だから行かなかったんですよ、ユダヤ教から離れなかった、はいはいはい、そういう、歴史があります、うん、非常に頑固で、こだわりが強くてですね、うん、私たちは、立法を守るんだっていうところに、重きを置いて、うんうん、イエス・キリストの 愛とかね、うん、そういったところには、惹かれなくて、パウロがどんなに説得してもですね、うんうん、キリスト教の方にはいかなかった、だから当時としてはどう見られていたかというとユダヤ教の一派というふうに言われてた時代があるみたいですね、あのナザレ派とかっていうふうになんか言われてたみたいですけどね、うんうん、
ナザレ派っていうのはイエスキリストが幼少期過ごした地域が、ナザレの村っていうね、ちっちゃな村があるらしいですけども、そこで、イエスは過ごされたっていうんで、もうもともとそういったところで、大きくなったっていう歴史があるもんですから、はい、ナザレのイエスっていうことがよくこの聖書の中でも語られますね、うんうん、そういった意味で、まあ、ごく少数だったので、一派ということで言われてて、うん、非常に迫害も受けたっていうふうに言われてますね、はいはい、でそれがヨーロッパに、宣教に行くわけですよね、ギリシャとか、うんうん、でギリシャに行ってもたくさんのユダヤ人がいるんですよ、うん、はい、なぜかというと、まあ、歴史で先週も話してましたけども、うんうん、神殿が崩壊した時にもたくさん出て行ってるけど、その前に、バビロンに捕囚された、時代に紀元前500年代にですね、はいはい、散っていってるんですよね、だからユダヤ人が、世界中に散ったっていう歴史は何回もあるわけですよね、うんうん、これをディアスポラっていうふうに言ってたんですよ。私これもヘブライ語かなと思ったらヘブライ語ではなくて別の言語から来てる言葉っていうのを初めて知りましたけども、うん、はい、まゆゆさんからなんかコメントが寄せられてますけど、読んでいただけますかね。はい、あ、これちなみそうですね、じゃあコメント読んで曲行って CM ということで大丈夫ですか。はい、はい、ではまゆりさんからのコメントですね、今日高校生の娘と歴史の勉強をしたとき、娘が聖書は本当にすごい歴史を勉強するからには聖書を読んだ方が分かりやすいと、少しずつですが聖書を読んで娘と考察しています。しかし私、昔ながらのうちな家ではうちなやは宗教なんですが、しかし私、昔ながらのうちなやで無宗教ってことですかね、なんですが、荒垣先生のお話はコテコテの宗教講話ではないからとても入りやすく楽しみに聞いていますとのことです。ありがとうございます、はい、なんでかというとね、私もコテコテのうちなやだったんですよねだから皆さんの気持ちがよくわかるんですよね、うんうん、でクリスチャン遠慮なくね、クリスチャン用語使う人が多いんですよ。だから聞いててね、最初僕もクリスチャンになった時ね、なんでこんなにちんぷんかんぷんの話を働きかけるんかなっていうふうにね、僕も、思った時期があったもんですから、聞く側の立場になってね、お話をしないとこれは受け入れてもらえないだろうなっていうのがあるんですよね。そういった意味で、歴史的なものとか、そういった角度から、解説した方が、より分かりやすいかなということでね、まあ、娘さん今ね歴史の勉強をしてて聖書は分かりやすいということですね、うんうん、まあ、本当なんですよねこれね、聖書に書かれているのが本当だったっていうのは後で分かった歴史書って結構あるんですよ、うん、まあ、もっと古い時代のねこの旧約聖書に書かれている中で、はい、バビロンの王様のね歴代史で、一般の教科書には、載ってない王の名前が聖書には載ってたっていうのがあって、最初は聖書がね間違ってると言われたんですよね。またまた聖書はね、もう正しいと言いながらこういうふうに間違いがあるんだよみたいなことを指摘されたんですけども、なんとですね、遺跡とかそういったのを発掘してくるとね、いろんな碑文が出てきて、この王が実際に存在してたっていうのがね正しいということが分かって、聖書の方が正確だったっていうのがね、うん、あって歴史書が、作り変えられたっていうのがよくあるんですね、うんうん、こういったのは後から発見されるっていうのはあります、まあ、そういった話題はねいくらでも出てくるんですよね。だから聖書の、予言の書と、歴史書っていうことで、学んでいくとですね、とても、世界史が面白く分かりやすくなるということが、よく理解できると思います、うん、はい、それではまた曲と CM を行ってからお話ししましょう。はい、それでは次の曲は、ピュアサウンドで心に川が流れるです。
ですね。私は宗教への文句というか、ここはダメという考えではなくて、いろいろ見て聞いてみたくて、比べたり解釈をたくさんしたい方なので興味があります。ダメダメという話で救世主が全然近くに音楽の反転を繰り返したらしいです。素敵なコメントありがとうございます。なんか嬉しいですね。ついに私は聖書、結構詩的な表現がいっぱいあると思うんですけど、はい、このイザヤ書の、うん、なんかこう 5章22節って言うんですか、5章、はい、5章の22節、ね、旧暦聖書の1175ページですね、75ページ、はいはい、はい、ここの何ですかね、災いだ、悪を善、善を悪という者たちのところから始まる文章がすごい、なんか今の時代にもなんかこう教訓になるような言葉だなっていうふうに思いますね。だから預言書の預ける言葉っていう表現すごくしっくりくるなと思いました。じゃあまた真由さんの読んでもらってから話をしますね。はい、せっかくコメントをさせていただいたので、はい、ありがとうございます。すごい、それになんかすごく長文でなんかありがたいですね。まゆゆさんは どこにお住まいの方なんですか。まゆゆさん、あ、確かにちょっと私初めてかな。ああ、そうですか、うん、前にもコメントいただきましたけどごめんなさいねじゃあちょっとぼちぼちフェードアウトして進めていきます。はいはい、残り時間少ないから話しすぎたかな。結構ね、聖書はね、日本語の勉強にもなるんですよ、うん、古い日本語がね、結構使われてるんですよね、訳で、まあ、何度も何度も見直されてはきてるけど、うん、今となってはほとんど使わないような言葉もね、聖書の中に出てくるんですね。トガを引き寄せるものって言わないですよ、ね、はいはい、美しい日本語ですよね、本当、うん、はい、じゃあ20秒前、10秒前、はい、ラジオを聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。はい、また、まゆゆさんから、コメントが寄せられました。読んでいただけますでしょうか。はい、はい、ではまゆゆさんから、私は他宗教への文句というか、他はダメという考えではなくて、いろいろ見て聞いてみたくて、比べたり解釈をたくさんしたい方なので興味があります。ダメダメと言われたら余計に聖書から遠ざかりたくなります。しかし荒垣先生のお話は本当に楽しいです。世界史楽しいですとのことですね。はい、ありがとうございますお褒めいただいてちょっと恥ずかしいですね、はい、本当世界史を、興味が湧いてくるっていうのは聖書を読んでいくと、うん、はい、さらに調べたくなるっていう心境になると思いますね。まあ、一つだけ私ね紹介したいのがあるんですけどね、はい、まあ、せっかく先ほどコマーシャルでイザヤ書の話したので、イザヤの、はいはい、13章の、はい、19節ですね、はい、これ1188ページ、はい、1188、はい、ここにねこう書かれている箇所があるんですね、はい、こうして諸国の王の誉れ、
カルデア人の輝かしい誇りであるバビロンは神がソドムゴモラを滅ぼした時のようになるっていう、これ予言なんですよね。はいはい。でそこには永久に住むものがなく、はい、世々にわたり住み着くものはもないというふうに言われてるんですね、うんうん。アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこに群れを伏させない。そこには荒野の獣が伏し、彼らの家々には、ミミズクがあふれる。そこにはダチョウも住み、親木がそこを飛び跳ねる。山犬はその鳥で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時が来るのは近い、近く、その日はもう伸ばされることはないという予言があるんですけども、このカルデア人の、地と言われる、バビロン、うんうん、バビロンっていうのは今ないですよね、この国。聞いたことあります？もう私、歌でラッパーとかが使ってる。ありますね、はいはい。多分良くない使い方してますよね。バビロンっていうのはそういった時には使われるんですけどね。うんうん。昔ボニー・エムっていう、グループが、バビロン・リバーっていうのを歌ったっていうのが私、記憶にあるんですけどね。はい、このバビロンっていうのはもう今やない、うん。でもね、この聖書を書かれた当時っていうのは、うん、世界で最大の国だったんですよね。もう大金持ちですね、うん。で今はこの予言通りね、うんうん、そこには永久に住むものがないって書いてあるんですよね、うんうん。はい、で Google で調べてみてください、はいはい。人口ゼロって出てきますよ。はい、本当なんですよねこれね。ちょっと私、うん、もうちょっとタイムリーで調べてみたいと思います、うん。はい、話してる間に調べていただければと思うんですけどね、はい。で世々にわたり住み着くものもない。だけどね、その下にね、はい、22節のところで、ね、はい、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わすって書いてあるんですね。宮殿っていう、だ宮殿が地下に埋もれてるんですよね、砂漠の中からですね、はい。砂漠の砂を掘っていくといろんな遺跡がゴロ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 出てきて、宮殿も出てくるらしいんですよね。だからいかにかつては栄えてたっていうかっていうのが分かるんですね、はい。あ、そうです、今ちょうど出てきました、はい。バビロンはメソポタミア地方の古代都市ということで、人類で一番早く20万人もの人口を達成し、うん、もう衰退し、2019年にユネスコの世界遺産リストに登録されているああ、はいはい、というところまで出ますね、うんうん。はい、遺跡が出てくるから世界遺産には確かに登録されているかもしれませんがね、はいはい。じゃあそこに誰が住んでるのっていうとね、うんうん、もういないんですよ ね、 そうですね。だからここは神が滅ぼした都市なんですね、うん、はいはい。そういったところもですね、歴史書として、うん、予言が当たってるということはね、わ、うん、かると思うんですよね。新約聖書でも一つ出てくるのがあるんですけどね、はいはい。カペナウムっていう都市の名前が出てくるんですけども、うん、そこも、滅びるっていう予言がされててですね、うんうん、実際19世紀まで、はいはい、ここは、埋もれてて遺跡として発見されたら、うん、あれよあれよっていろんな、建物が出てきたっていうのがあるんですね、うん。今は、買い取られて、町となってると思うんですけどね、古い遺跡が出てきて、1000年以上も分からなかった、何千年も分からなかったっていう都市の跡が出てくるんですね。これ聖書には、なくなるという予言がされてて、その通りになったというところがありますね。そういったところからも歴史書として、学ぶというところもですね。じゃ次の番組でもそういった話を、繰り返ししていきたいと思いますので、応援していただければと思います。またコメントもぜひね、質問なりもお寄せいただければ私が答えられる範囲内でお答えしていきたいなと思ってます。またまゆゆさんの娘さんもぜひ一緒に聞いていただけたら、なんかリアルな質問が飛んできたら面白そうですね。そうですね、はい、いろいろと私も勉強しないといけないですね。はい、はい、それでは、今日も、ラジオを聞いてくださいました、皆さんの上に、イエスキリストの、祝福と平安がありますようにお祈りします。ご家族の上にも、祝福がありますようにお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。さよなら、またお会いしましょう。
生で聖書を読み進めながら歴史の勉強したら楽しいっていう気づきが素晴らしいですね。なんかそうだね、うん、僕らもそうあったらよかったのになって思う、ね、いや私もですよ。なんか私詩の朗読とか聞いたり自分でやるのもすごく好きなので、本当に美しい日本語ってなんかすごい好きなんですよ、ね、ありがとうございました。あの聖書には詩編っていう箇所があるので、うん、そこは詩